内藤沖森は戦国時代の武将、守護大名大内氏の重臣、大内義雄、義高の二代に仕え、約半世紀にわたり長戸国守古代、表情集など重職を占めた。おじの内藤博士は大内氏重臣として、献制を振るったが、残言により、謀反の疑いがかけられ、その国王はとともに、大内義雄に中殺された。冤罪とわかり、 吉岡の意向で広則の弟で、強制の父広春が家督を継承することになる。強制は、広則の娘をめとり、内藤氏の当主となる。吉岡に仕え、宿老として、長年五代を務めた。吉岡の上落にも参陣し、協力元年に、吉岡が死去した後は、この大内義高に仕える。義高の時代には、家中随一の大海の重心となった。 表情集を務め、天文9年の吉田軍山城の戦いには、東高房と共に援軍として派遣された。また、同11年の合算戸田城の戦いにも出陣し、津賀谷口攻めを担当し、毛利元成らと攻撃したが抜くことはできなかった。合算戸田城の戦いでの敗北の後、軍事、政治に関心を失った吉高との関係は、冷却化する。 文字派と武断派の対立が深まる中、強制は、吉高の着手偽存に家督を譲り隠居するよう、進めるも拒否されている。天文20年の東高房の無本の時は、消極的に春方を支持し、吉高からの和睦の仲介要請を拒否したが、直後に隠居した。隠居には、大内氏の継承をめぐる東高房との意見の相違があったとも言われる。 着子の高志時はこの時には、すでに亡くなっていたため、家督は着村の隆與が継いだ。天文23連に死去。娘の嫁ぎ先の毛利氏と、孫娘の嫁ぎ先の当氏との対立が鮮明となってきた矢先の病死だったため、内藤氏一族は、自らの義兄、藤春方を支持する着村、高志派と、娘婿である毛利隆元とその父、元成を支持する五男。 高春派が対立し、強制の死んだ翌天文24年の五福島の戦いを機に一族が分裂することとなる。墓所は山口県山口市の吉尾寺。また、同時には肖像が物残されている。強制の血筋は毛利氏家臣として存続し、毛利隆元の正室尾崎局より生まれた外孫が毛利出る元として毛利氏を相続したことで、血筋は もう都市への外籍としても伝わっている。大内科中では、武将、重臣としてとともに、文化人、教養人としての信望が扱ったと言われている。この絵のう通りに、源氏物語の下代をこうたこともある。大内氏進化の意見を当初に取り継ぐ役回りを、務めるなど温厚な人柄で人望が高かったが、一方で、大内寺の変の時には吉高からの除名の要請を、 拒絶しており、乱世の厳しい主従関係が伺われる。また、強制自身は熱心な仏教徒であったと言われているが、フランシスコ・ザビエルが天文19年と翌20年にキリスト教不教のため山口を訪れたとき、ザビエルらを屋敷によく招き、尽力して二度ともザビエルと吉高の面会を実現させた。さらに大名字の変のときは、ザビエル一行を自邸に保護するなど、 ザビエルの被護者としても知られる。ありがとうございます。